はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、乃木坂46の人気メンバーである星野みなみさんがですね、イケメン御曹司の方とですね、2連泊していたことをですね、文春に取られてしまいました。で、その後ですね、星野さんは今発表しているシングルのですね、まあ、宣伝活動に参加しないというペナルティを負い、そして謝罪しました。まあ、しかしなんですけども、その続報でですね、なんと驚愕の事実が分かったんですね。というのは何かっていうと、星野さんですね、そのペナルティを食らった後もですね、このイケメン御曹司とですね、普通に合っているということが分かりました。で、さらに言うとですね、このイケメン御曹司のですね、キャバクラ通い、高級キャバクラ通いだったりとか、この辺の実態も見えてきたんですね。今回の動画はですね、その詳細、そしてですね、星野みなみさんがなぜですね、こういうふうにペナルティを食らったにもかかわらず、未だにですね、その御曹司の方と会い続けているのかっていうこの理由ですね、この辺に関してですね、ちょっといろいろと話していきたいと思います。まずなんですけども、最初にですね、今回すっぱ抜かれたですね、そのスキャンダルの方をですね、軽くさらっとだけ振り返っていきたいと思います。星野さんは現在23歳なんですけども、もう乃木坂46に入っても大体10円くらいね、入っている、いわゆるそのフル株メンバーなんですね。まあ、一期生ですから。で、入った当初はですね、まだ中学生、高校生くらいのね、ほんと少女っていう感じだったんですけども、まあ、今は23歳なわけですよ。ね。で、そんな中で、まあ、言ってみたらですね、御曹司、ある会社の御曹司、すごいでかい会社の御曹司で、あり、かつイケメンであり、かつですね、どうやらその俳優活動もね、なんかちょっとなされてるらしいんですよ。そんな男性とですね、2連泊しているところを取られてしまったんですね。もう街中でめちゃくちゃイチャイチャしているところを取られてしまったわけですよ。で、それを文春に取られた結果、まあどうなったかっていうと、まずはブログの方で謝罪をしました。はい。で、謝罪をした上で、まあね、今回のですね、少し前にですね、シングルを出したんですけども、そのシングルのですね、いわゆるその、宣伝活動っていうんですか、そういうものはですね、自粛するという感じで、まあ、発表したっていう感じなんですね。はい。まあ、今回の件についてはですね、これでまあ、おしまいっていう感じになるんじゃないのかなっていう雰囲気を出していたんですよ。そしたらですね、なんとですね、新情報が続々とね、入ってきたわけなんですよ。うん。というのは何かっていうとですね、この星野さんはですね、活動自粛中ですね、のですね、現在もですね、なんとそのイケメン御曹司の方とですね、全然二人で会ってるらしいんですね。はい。で、実際問題ですね、その姿をまた文春さんが追ったらしいんですね。そしたらですね、文春さんが、まあね、インタビューを申し込もうとして話しかけたらですね、まあ完全にですね、無視してですね、このね、組んだ腕をですね、離さずですね、そのままですね、ふわーって行ってしまったらしいんですよ。うん。で、ちなみにその星野さんとですね、彼氏さんはですね、前からこう街中でこうね、本当につくくらいの感じでイチャイチャしながら歩いていたんですけども、まあ今回の自粛中ももうイチャつきながらもうずっと歩いていたっていう感じなんですよね。うん。まあ、この辺がまずすごいですよね。はい。そういうことをしてたから、謝罪までして自粛してっていう話になってるのに、未だにそれをですね、がっつり続けてるっていうね。なんか普通こういうのって、ひとまず一回会わなくして、例えばですけど、ほとぼりが冷めた後とかにね、なんかちょっと会うとか、なんかね、そういうことが考えられるんじゃないですか。で、実際問題、事務所とかもですよ、絶対怒ったでしょうし、もうその人と会うなとかですね、そういう風なですね、もしかしたら、まあ命令をね、下してるパターンだってあると思うんですよ。にもかかわらず、堂々とですね、会ってるっていうね、あのじゃあブログでの謝罪だったりとか、このペナルティである自粛は、一体どんな意味があるんだっていう話になっちゃいますもんね。はい。で、次にですね、この男性のですね、高級キャバクラ通いですね、ここについてもちょっと話しておきたいんですけども、まあやっぱりですね、これイケメン御曹司ってだけあってですね、まあ金はですね、うなるほどあるんですね。まあ実際問題先ほども言いましたけど、その俳優としても活動してるんですけど、まあ言ってもですね、まあそんな大きな仕事はしてないっていう感じらしいんですね。うん。まあだからやっぱりメインは何かっていうと、このお父さんが経営するですね、フルーツ通販会社の仕事なわけなんですよ。で、現在はですね、そっち方面、まあその仕事でですね、もうバリバリ稼いでる。まあだってさっきも言いましたけど、御曹司ですから、なんて言ったって。はい。まあなのでですね、どうやらその高級キャバクラとかにもですね、実は結構行ってるらしいんですね。で、しかもその高級キャバクラに行ってから星野さんの家にですね、行ってたりするらしいんですよ。はい。で、ちなみにその高級キャバクラっていうのは、そのね、同じ金持ち連中の仲間たちをどうやら言ってるらしくて、普通にですね、2時間3時間とかで数十万円くらいのお金をですね、使うぐらいの超高級店に行ってるらしいんですね。うん。まあ、ただ一応ね、そのキャバクラの中では結構ですね、マナーがよくお酒を飲んでるみたいですね。まあ、いわゆるその酒飲んで大暴れしてね、変な口説き方をですね、女性に、まあ、そのキャバクラ嬢の方にしたりとか、そういうことはしないみたいです。割とスムーズにですね、スマートな感じでちゃんと飲んでるみたいですけども、まあ、とはいえですよ、ほんの数時間いただ数十万円取られるくらいのですね、店にですよ、軽く行けるってことは、まあ、やはりその御曹司のですね、この財力のなさ、あり、財力っぷりがですね、まあ、よく見えますよね。で、その後に、この星野さんの家にですね、どうやら直行してたりするっていう形らしいんですね。うん。
まあだから、このですね、御曹司の方もですね、まあなかなかやり手だなっていう感じですね。まあ、ちなみにですね、昔はですね、別のアイドルの人と付き合ってたりも、どうやらしたみたいです。はい。というのがですね、まず今回新たに出てきた情報となっております。じゃあここからですね、じゃあ星野さんはですよ、なぜですね、こんな行動を未だにしているのか、ね、スキャンダルのきっかけとなった、この男性と未だに会っているのかっていう話なんですけども、これどうやらなんですけど、星野さんはですね、もう乃木坂46を完全に辞める気みたいなんですね。はい。以前から辞めたいっていう風に言ってるらしいんですよ。でですね、この辞めたいっていう理由がまさにですね、こうね、アイドルあるあるっていう感じの理由なんですよね。うん。というのは何かっていうと、まあ元々なんですけど、乃木坂46って、まあグループができた当初からまあすごかったじゃないですか。もう本当死ぬほど売れましたよね。うん。で、実際問題、星野さんは1期生だったわけなんで、まあ言ってみたらもうね、グループで言うと古株なんですよね。で、現在は23歳。まあ別に23歳って言ったら全然女性としては若いじゃないですか。まだまだいくらでもね、未来があるって思うかもしれませんけど、このアイドルにおいての23歳って割とデッドラインだったりするんですよね。要は。うん。まあ実際問題、その25過ぎてアイドルやってる人ってそういなかったったりするんですよ。で、実際問題、じゃあアイドルをね、今続けていたとしてですよ、その乃木坂46のセンターとかにやってるんだったらね、話は別だと思うんですよ。でも実際問題、最近乃木坂46っていうのは若返り化がどんどん進んでいてですね、いわゆるその3期生とか4期生とか、そういうメンバーがですね、もうグループの中心といいますか、歌とか何でもそうですけど、だんだんなっていってるんですよね。で、さらに言うと最近5期生かなんかのね、オーディションをすることも発表されたわけですよ。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、どんどん今若返り化が進んでいるわけですよね。うん。で、そんな中でも星野さんっていうのは、確かに1期生ではね、人気がある方のメンバーでしたけど、突き抜けて人気があるってほどでもないんですよね。うん。いわゆるその生駒さんだったりとか白石さんみたいに突き抜けて人気があった人がそのままね、卒業した後もですよ、ソロでめちゃくちゃ活躍してるとかそういうんだったら話は別だと思うんですけども、星野さんは乃木坂46にずーっといて、かつ、まあ、突き抜けるほどの人気はないんですよね。で、現段階で突き抜けるほどの人気もなくて、かつですね、どんどん若いメンバーたちが入ってきて、そこが今中心となっていくとですね、まあなかなかやっぱり難しいわけですよね。うん。今さらじゃあソロで活動するにしてもですね、どこまで活躍できるのかって言ったら難しいし、サリットで乃木坂46に居続けたとしてもっていう話なわけですよ。ってなってくると、やっぱりね、こんくらいの年になるとね、アイドルデッドラインですから、年齢的には。やっぱりその辞めるかとかですね、まあ別の仕事に就くとかですね、うん。まあモデルとかね、そういう風にアイドル以外の職業に、ね、なるとか、そういういろんなことが浮かんでくるわけですよね。で、そうなった時に現在このね、イケメン御曹司の方と付き合ってるわけじゃないですかね。ってなったらもうですね、星野さんからすると乃木坂46を辞めてさっさとこの人と結婚したいと考えるのがですね、まあ普通なわけですよね、言ってみたら。うん。まあだからこそ星野さんはですね、こういう風にわざわざ文春に取られてですよ、謝罪ブログまで上げたにもかかわらず、その相手とですね、謝罪ブログを投稿した後も普通に会ってるわけですよね。だから星野さんからすると、いやいやもう関係ないからって話だと思うんですよね。うん。今さらね、またね、一緒に会ってんじゃねえよ、なんだの言われようとしても、いや、私はもう乃木坂辞めるつもりだからと。ね、辞めたらこの人と結婚するから、みたいな、そういう意味合いがね、あるんじゃないかなと思います。で、ちなみになんですけど、同じ坂道系グループで言うとですね、まあ、誰とは言いませんけども、卒業と同時に、ほぼ同時期くらいにですね、写真撮られて、あら、これ完全にね、卒業前から付き合ってたんだな、っていうことがバレて、かつですね、そういう風にバレた後に結婚したりとか、結婚するつもりだったって言い出したりした、してるですね、メンバーの方もですね、結構いらっしゃり、立ったりと、いらっしゃったりとかね、しますからね。まあだから彼女らもきっと、まあ乃木坂にいる、まあその坂道系のグループにいる間から、その彼氏と付き合っていて、かつ、もう卒業して結婚したいみたいなね、なんかそういうことだったんでしょうね。だから、星野さんもまさにですね、今回取られてはしまいましたけども、その子たちと同じような感覚で、まあ乃木坂とね、まあ最近向き合ってるんじゃないのかなってことがですね、今回の件からわかるってことなんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。というわけですね、今日はこれで終わります。今週はぜひちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうも。ありがとうございました。